はい、どうもこんにちは、富樫です。最近ですね、僕の書いてる漫画がですね、またジャンプに乗るということで、最近ちょっと執筆とかいろいろでね、忙しかったんですけど、ここ最近落ち着いてきたのでね、また動画撮っていこうかなと思います。今日はですね、ハロウィンコラボ、ハロウィンイベントの交換所解説していこうかなと思います。パパパッといきますね。じゃあね、下からいきます。はい、まずコットンですね。コットン昔は強くてデイトナーパのサブとかにいろいろ入ってたりしたんだけど、最近だとウラマローの集会、デイトナーパのウラマロー集会ぐらいでしか使うとこないのかなって思いますね。だから別に交換しなくていいのかなって感じはします。はい、次ベルダンディ、ベルダンディは言うまでもなく、交換はいらないかなと思いますね。はい、次ソニアグラン。ソニアグランはね、武器が結構強くてですね、ラフィーネとかアレキサンダー大王とかと同じような武器になってます。最近ね、ドロップジャッカーっていうギミックが流行ってて、このドロップ強化のついた武器っていうのが結構見直されてきてるんで、スキブ持ちのね、この覚醒超強いんだけど、こいつ交換する、ちょっと弾が重いじゃないですかですね。モンポに来てるこのカーリーっていうキャラがいるんですよ。そう、こいつね。で、こいつの武器も結構同じような覚醒スキルしてて、ここはスキブか指かの違いなんで、でスキルもね、12ターンと重いので裏溜まりにくいのかなって思います。だからね、このソニアグラン交換迷ってる人はもう一回カーリーとね、検討してみることをお勧めします。僕はもうカーリーでいいんじゃないかなと思っちゃいますね。で、覚醒スキルめっちゃごちゃごちゃしてるな、これ。で、本体で使うことはまずないかな。リーダースキルも強いけど、今だったら多色リーダーいっぱいいるし、別にこいつを使うって機会はあんまないのかなって思います。はい、次エイリアですね。エイリアは本体はデイトナの相方みたいなリーダースキルしてますね。でスキルも2ターンで HP1.5 倍、逃げ足1列光ドロップ変化とか、6解除ついてないですけど、スキル軽くていい性能してますね。で武器なんだけど、こっちの武器がね、ランク上げ編成で使えるとか使えないとか聞きましたね。今までこれ三つ股武器、三つ股の槌っていう妖怪ウォッチのこのスキル使われてたんだけど、こっちのイーリアの武器がスキブついてて、なんか三つ股のね、上位互換みたいなスキル持ってるんで、こっちが使われるようになったっていう話は聞きましたね。確かに攻略とかでも使えそうなスキルはしてて、だからランク上げする人なんかは取っといた方がいいっぽいですね。こっちの武器は、副属性光にしてウェイつけられると。だからデイトナのサブとかにつけたい覚醒スキルですね。何体いても使えそうなキャラではあるけど、僕は別に交換しなくていいかなって思ってますって思ってたけど、今回テイレアの方のフェスゲンが交換対象だから、弾さえ余ってれば別に交換はありかな。しかも4枠だし、で今後のなんか感謝祭イベントとかで多分フェスゲン増えるから、1体持っててもいいかもねっていう性能ではあります。はい、ここからね、交換のレートが上がります。3体ですね。でこいつらはね、実は昔の動画、前のね、2個前ぐらいの動画で解説しました。まず下からね、チャコルから。いや、チャコル今回のアップデートで10コンボ強化1個ついたんで、かなりおすすめです。こいつ1体持ってた方がいいです。はい、これはね、断言します。1体持ってた方が絶対にいい。なんでかっていうと、今回に色違い追加されまして、こいつもね、なかなかに強いんですよ。3ターンでこのスキルが打てて、有能なサブですよね。前ちょっとね、解説した気がするから、今回はあんまり性能については触れませんが、かなり強いです。使うとしたら大体本体を使いますね。ブラックバードとかはさ、HP 倍率がなくて軽減率 70% しかないから、ちょっとね、耐久力に不安があるんですよ。そういう時にね、このチャコル入れてあげると、これが 35% 軽減なんで、かなりハマります。こいつ持ってるだけでね、かなりいけるダンジョン幅広がるんで、おすすめです。僕チャコル持ってないんですけど、今までどうしてたかっていうと、こういう風にね、スキルターンの軽い、例えばクロロとかにこういう軽減ループのキャラを継承して、チャコルの代用として使ってました。もうね、無理やり代用してたんだけど、今回ね、交換できるってことで、せっかくだったらね、弾余ってるなら交換してもいいのかなって思います。僕は逆張りのオタクなので、今回また交換しませんが、全体持ってた方がいいキャラの一人だと思います。はい、今後もね、10コム強化1個追加されたことで、超重力のダンジョンとかでもね、使えるようになったからね、こういう言い方あれですけど、長持ちすると思います。はい、次スオウですね。スオウはこの携帯で使うっていうよりかは、今回から追加されたね、こっちで使われることが多いのかなっていう印象です。なんか覚醒スキル少ないから弱そうに見えるんだけど、スキルがね、ミナーバと同じで、回復と攻撃力ループできます。はい、だからミナーバ持ってない人はまずマストで交換した方がいいかなっていう気もしますね。
まあ、ただやっぱねこいつ自体の覚醒スキルが少なすぎてカイドウとかと一緒にパーティー出ちゃうとスキブがね全体で足んなくなってリーダー変身できなかったりとか、まあ、そういう問題も発生したりするんだけど、まあ、今のリーダーって割と変身しなくてもね最初の方だったら全然耐久できちゃったりするからもうスオーはねマジでいいと思います。ちゃんとガードブレイクついてるのもいいっすよね。ゼロ次元でも使えるようになってるし、うん、まあマジで強いのかなって思います。まあ、僕はミナーバ持ってるからぶっちゃけ交換しないですね。まあ、ミナーバ持ってればいらないかなっていう、まあ、安易な考えですけど、まあ、はい、僕はいれませんだからもう交換しません。まあ、ただねリーダーでも強いし、まあ、気になる人はよかったらですね使ってみた動画とか、まあ、投稿してる人いるんでそっちを見てみたらいいんじゃないかなと思います。で、最後ねマドゥですね。マドゥも、まあ、昔からいるキャラで今回何が強化されたのかなちょっとあんま見てなかったんだけど、進化形態は特に追加されてなくて武器も2つですね。まあ、別に弱くはないキャラであるんだけどただこの交換対象弾、星7だっけ星7フェス弦を5体使ってまで交換する価値、まあ、価値って言ったらあれだけど、まあ、それはないのかなって正直思います。はい、別にいらんです。取らなくて OK。 弾の温存をね優先した方がいいかなって思います。まあ、マデュー交換する余裕があるんだったらチャコル2体目とかでもいいかもね。てかさ最後1個気になったことがあるんだけどさ、なんか交換所ってワンピースから1個下のレア度のキャラでも交換できるようになったじゃないですか。そう、交換対象増えたと思うんだけどあれなんだね、季節イベントはそれ別に対象外なんだね。星7キャラの交換対象に星6キャラ使えるのかなと思ってたんだけど別に使えないみたいですね。星8のキャラに星7の弾は使えるけど星7のキャラに星6の弾は使えないってことで、なるほどね、うまくできてますね。ご清聴ありがとうございました。